夢が、岡駅は、神奈川県横浜市泉区下伊田町にある、相模鉄道泉屋線の駅である。駅番号は、SO36。関東の駅100選認定駅。島式ホーム1面2線を有する高架駅。斬新な造りの駅で、駅全体をカーブした鉄骨で囲み、鉄骨の間に、屋根や風除けの板をはめ込んだ形状となっている。 この板は透明なアクリル製であるが、劣化により視界は悪い。当駅の起点側260メートルの位置にある都市計画道路環状4号線をまたぐ橋は、在来鉄道で日本初のニール線道税橋を採用している。ホームから駅の南側にある横浜市営地下鉄ブルーライン下井田駅の駅舎を望むことができる。他の総鉄の駅とは違い。 自動生産機を設置するスペースは確保されているものの現状設置されていない。また IC カードチャージ機も設置されていない。1日あたり乗車人員の推移近年の1日平均乗降、乗車人員推移は下表の通り駅周辺には田畑が広がっている。当駅及び横浜市営地下鉄ブルーライン下井駅の周辺に位置する泉夢が 岡地区は市街化調整区域に長年指定されていたため開発が遅れているが2014年6月には市街化区域への編入などの都市計画決定が行われた今後は当駅周辺においても再開発の本格化が見込まれている当駅及び下飯田駅の周辺は都市計画マスタープラン泉区プランにおいて都市基盤施設と一体となった計画的な開発を 誘導し、良好な居住環境を備えた市街地の形成を図る地区として位置づけられている。周辺エリアの市街地の形成に向け、1999年に地元地権者を中心として発足した泉田園第一地区と地区核整理準備組合を2007年末に解散し、新たに泉夢が丘土地区核整理組合設立準備会が発足した。 2008年度には横浜市が泉夢が岡地区を特定保留区域に設定。また横浜市都市整備局は泉夢が岡都地区各整理組合設立準備会の支援を表明し泉夢が岡地区の市外各域への編入を視野に協議を促進し早期の事業化を目指すと発表している。さらに2013年4月には横浜市と相鉄ホールディングスが 相鉄泉の千円線地域を豊かな自然環境や未利用地などの有効活用により新たなまちづくりを目指すモデル地域に指定し協定を締結している。再開発事業の施行期間は2014年度から2022年度を予定、総事業費は約113億円を見込む。2014年6月には市街区域への編入及び、 土地区各政理事業の都市計画決定などが行われた。相鉄では2018年度以降、神奈川東部方面線の運行が開始となる予定で、当地区における再開発により、沿線の活性化も期待できる。前述の都市計画決定に際し、導入機能やゾーニングなどの検討が進められ、交通広場や駅へのアクセス道路とともに、駅周辺への商業施設の集積、 都市型住宅の整備などを行う方針が定められた。また公共施設整備では、下飯田駅の駅前広場設置、幹線道路、区画道路、公園などの整備を予定している。2020年9月、両駅に挟まれたセンター地区の集客施設開発事業者として、相鉄グループの相鉄、アーバンクリエイツと相鉄ビルマネジメントが選定され、 地上3階建ての大規模集客施設を開発する計画が公表された。同施設は2022年春に着工し、2023年度、下木に開業する計画で、テナントの詳細は、同時点で不明だが、約170店舗を予定しており、スーパーマーケットや専門店の他に、地元の丘とも連携した、食に関する体験型施設、シネマコンプレックス、 屋上遊具公園などの導入も検討されている。最寄りの停留所は、環状4号線上にある、夢が、岡駅入り口となる。以下の路線が乗り入れ、神奈川中央交通により運行されている。また、やや離れているものの、下井田駅前にある店内観光が運行する、E バスの下井田駅前も利用が可能。工事着手時点の箇所は、所在地の町名から、 下飯田駅であったが、今後の夢を抱ける街を願って、夢が、丘とされた。その名称に引っ掛けて、本線希望が丘駅当駅間の貢献、往復乗車券、夢希望乗車券が、受験生などの演技活ぎグッズとして発売されている。なお、横浜市営地下鉄ブルーラインの下飯田駅は歌唱を、そのまま正式駅名としている。記事本文の出展利用状況の出展。 ありがとうございます。